どうも、東海オンリーの哲也です。特技は強制脱出です。あれ、いないということで、今回で5回目となる今年の振り返りと、来年の抱負の動画でございます。非常にね、真面目な動画となっておりますのでね、笑いとか期待しない方はさっさと YouTube 閉じてね、しこって寝てください。今年の振り返りの前にですね、ちょっと言いたいことがあって、東海まで5年も連続で続く企画っていうのは本当に珍しいわけですよ。毎年やってるこの動画は僕の中ですごいね、やっぱ大事な企画なのでね、その辺もやっぱり皆さんにもね、同じことをやっぱ思っていただいてるみたいで、すごい大人気なね、企画なんですよ。これは去年の年末の動画の再生数がすごくて、哲也が事務所をクビになったらフィッシャーズはもうウームに誘ってくれるのかというドッキリがあったんですけど、そこから去年の年末のこの動画までの再生数がね、660万、320万、360万、210万、180万、180万、370万、200万、そして31万。少なすぎるだろ！おかしいでしょ、この動画だけ再生数が。なんでかな？いや、まあね、31万人も僕の今年の振り返りとね、LINE の方法を見てくれてる、その事実だけで嬉しいんですよ。って感じでね、まあどんな再生数だろうと、この企画はね、毎年やっていきたいなと思ってますんで、まあよろしくお願いしますという最初の挨拶でございます。で、今年の振り返りなんですけども、今年はね、ほんと東海オンにとって、まあ、毎年結構いろいろあったんですけど、まあ、特に歴史に残るようなね、1年になったんじゃないかなと思います。まず6月だったかな、ジェネシス1事務所をね、卒業いたしまして、この登録者ぐらいの人たちで言うと無所属っていうのは結構珍しいことで、まあちょっとだけ話題になったことでございまして、そっから半年ぐらい UFES で発表させていただいたウーム加入ということでね、まあ、卒業と所属が同時にあった1年で、 LINE のニュースに載ったりとか、いろいろなところでね、皆さんから反響いただいて、影響力というか、そういうのが出てきて本当嬉しいなと思うところでございます。動画の方もですね、基本的にはもう100万はほぼ超えてきて、たまに200万いったり300万いったりみたいな、そんなね感じになってきて、これは去年からだいぶ進歩したとこかなと思ってるので、ここからね、落ちないようにもっともっと上の方に行けるように頑張っていきたいなと思います。まああとはですね、僕今ここ実家で撮ってるんですけど、帰ってきたらここがね、僕の部屋だったんですけど、なんと母の部屋に変わってましてね、びっくりしたんですね。この2つの後にいいことじゃないですけどね。そんな感じの結構大きな1年でございました。あ、しまった、登録者忘れてた。2013年、14年、15年、16年とね、こんな感じで登録者が増えてやってきたんですけども、なんと今現在256万。本当に想像もしなかった数字なので、逆にどこまで行くのか、来年どのぐらい行くのか、全く僕も予想がつかなくなってきました。これも一人にね、皆さんのおかげというのが本当に大本音でございます。本当にいつもありがとうございますというのを改めてここで言わせていただきたいと思います。なんか喋り下手になったな俺一人で最近動画撮らなすぎてんな。今年はね、抱負しっかりしてますよ。抱負っていうか、なんかもう決め事、約束、そんな感じでメンバーとちょっとね、話して決まったことなんですけども、僕たちってやっぱ深夜に投稿するじゃないですか。あれってほんと狙ってるわけじゃなくて、ただただ僕がその宿題とかね、ほんとギリギリまでできない人なんですよ。夕方まで編集、まだもうちょっといいかなとか思ってて、やり始めて夜中になって、だんだんそれが夜中になってから始めるかって始めて、朝方投稿みたいな、そんな感じになってきちゃって、これは良くないということで、今僕と虫眼鏡でね、メインチャンネル編集してるんですけど、芝優と俊光もね、ちょこちょこ編集したりして、収録週7で動画を投稿できように頑張っていこうということが決まりまして、4人も編集してるとやっぱりちょっと個性出るかなってことでね、視聴者さんも気になると思うので、概要欄にね、編集担当の人の名前をね、書いていこうと思います。そういうとこでね、また新しい楽しみ方がね、やっぱできるかなと思うんで、概要欄とかも結構みんな好きって言ってくれるし、その辺も熱っ、湯気やば。ちょっと今回トーク動画ってことでお茶用意したんですけど、やばいでしょこの湯気、熱すぎてちょっと飲めないこれ。やっぱ概要欄もね、結構今考えちゃって動画投稿遅くなったりしたんですけど、編集担当分けることで概要欄もまたこだわれたりとかしたりするかなと思うんでね、より全てのものにおいてクオリティをアップしていきたいなっていう、やっぱり僕たちのね、頑張るとこっていうのはイベントでもグッズでもない、やっぱ動画だと思ってますんで、動画の内容、そして投稿時間、編集、撮影、全てにおいてね、やっぱパワーアップしていきたい、そんな気持ちがありますんで、僕たちがより一層ね、東海オンエアらしい感じになっていくのね、皆さんに見守っていただければと思います。まあとは言いつつもね、やっぱ YouTube 以外も頑張っていきたいなと思うんですよね。今となってあの東海オンエア T シャツも買えないみたいですし、最近ねポストカード出したじゃないですか。あれね、年末に届くようにするには1000セットが限界だったみたいなんですよ。でそれをマックスの1000セット作ったんですけど、なんと1時間で完売しちゃって、本当みんなね、東海オンエアとなんか愛してくれてるなっていうのを感じれて、これがグッズだ。あったかい、今年あったかい、意外と暑くないぞ今年、あんま暑くない、よかった下手くそ下手くそ
まあつまりはそんなに変わらずに、これからもっともっとね、ただただ今年の上位互換になっていきたいというね、そういう感じですね。より東海オンエアらしく、東海オンエアを東海オンエアから一歩脱却するような東海オンエアでありたい、東海オンエアを超える東海オンエアでありたい、そんな1年にしていきたいなと思っておりますので、登録者の目標とか特になく、のびのびと楽しいことやっていきたい、そのね根底にある気持ちは変わりませんので、今年もね一緒に、来年だわ、来年も一緒にね、僕たちと一緒に楽しんでいただければと思いますので、2018もよろしくお願いいたします。あとなんかいいことあったっけな、あ、そうだ、去年の動画でね、今日の夜中にもう一本アップしますってね言って、その年が変わる瞬間にもう一本動画アップしたんですけど、今年はやっぱ気合が違いますから、もう一本なんてね、そんな甘いこと言いませんよ。なんとですね、僕たち1月1日から3日まで動画お休みします。三が日は休むぞー。皆さんも YouTube なんか見ないでゆっくりと休んでください。また1月4日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。